どうもアイトです。突如として告知された一輪ガチャ。1月12日の0時より開催とのこと。一輪は破壊式。ステータスは陽気寄りのようですね。スペカ構成は単前前。攻撃前スペカ効果は、1枚目が味方全体の、要防を3段階アップ、2枚目が相手全体のクリティカル防御、2段階ダウン、ラストワードが自身のクリティカル攻撃を、3段階アップ。まさに破壊式にふさわしいスペカ効果ですね。スキルと能力。スキル1は自身のクリティカル命中と、命中を2段階アップ。スキル2は自身のクリティカル攻撃を、3段階アップ。自身にチャージを付与。スキル3は自身の霊力を、2、上昇。自身の陽光を2段階アップ。入道を使う程度の能力は、有利属性に与えるダメージを、20% アップ。ブースト使用時、味方全体のクリティカル攻撃を、1段階アップ。破壊式の弱点である命中の、低さを自身で補い、開幕3ブーストが可能で、ラスワのスペカ効果も合わせると、クリティカル攻撃が9段階も、アップする。これまでの破壊式の向上キャラと、比べても、より破壊式らしいキャラである印象。今回、突如として告知された一輪ガチャですが、皆さんは一輪ガチャを引きますか？私は新年早々、大爆死したので少し様子見ですかね。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。